過活動膀胱は頻尿を主な症状とする疾患で、40歳頃から発症しやすくなります。今回のテーマは過活動膀胱です。過活動膀胱は膀胱が過敏になり、急に尿意を感じて排尿を我慢することが難しくなる膀胱機能の障害です。膀胱には尿をためる蓄尿機能があります。さらに膀胱内に一定の尿がたまると、尿意を脳に伝えて排尿する排尿機能があります。過活動膀胱はさまざまな原因によって蓄尿機能に障害が起こり、尿意を感じやすくなる状態になります。過活動膀胱の有病率は40歳頃から増え始め、男女問わず40歳以上の8人に1人が過活動膀胱にかかっていると言われています。過活動膀胱の具体的な症状には次のようなものが挙げられます。突然尿意が起こり、我慢することが難しくなる尿意切迫感、日中8回以上と頻繁に排尿をする頻尿、睡眠時間中に1回以上排尿に起きる夜間頻尿、尿意が起こってから我慢できずすぐに失禁してしまう切迫性尿失禁などがあります。過活動膀胱の治療法には大きく分けて2つあります。1つは行動療法というもので、主に生活習慣の改善や排尿を我慢する訓練を行うことで症状の改善を期待する治療です。具体的には1日の排尿量により水分摂取量を調整する、アルコール、カフェイン、香辛料の摂りすぎに注意する、適度な運動、規則正しい生活を心がける、尿意を感じても少しずつ排尿感覚が伸びるよう我慢するといったことを行います。もう一つは薬物療法で、現在過活動膀胱の治療はこちらが中心となります。突然意図しないタイミングで膀胱が収縮するのを抑える抗コリン薬や、膀胱を弛緩させ蓄尿機能を高める β3 受容体作動薬などを服用します。これらの薬は基本的に毎日飲み続けなければなりません。しかし便秘をはじめ目や口が乾くといった副作用もあり、患者さんによっては内服の継続が難しいことがあります。そこで最近注目されている新しい治療法がボツリヌス毒素膀胱壁内注射療法という治療です。これは膀胱鏡というカメラを用いて膀胱内の筋肉にボツリヌス毒素を注射する方法です。手術時間はおよそ15分程度です。この治療を行った場合、一時的に排尿がしにくくなるなどの副作用がありますが、基本的には安全に施行可能です。1回の治療でおよそ6ヶ月から9ヶ月治療効果が持続するため、おおむね1年に1回のペースで済みますが、現在実施可能な施設は限られています。過活動膀胱の原因としてはストレスなどの精神的なものや不規則な生活習慣などがあります。予防のためにも一度生活習慣を見直してみましょう。また症状がひどい場合には一人で悩まず医療機関を受診しましょう。